ああ、来たのね。公演初日の準備は進んでいるか？兵士その2が小道具室に閉じこもって泣いてるけど問題ないわ。あなたの準備はどう？よし、始めようか。早く終わらせたい。みんな最初はそう言うのよ。でも終わった後は舞台を降りようとしなくなるの。あなたもきっと夢中になるわ。ゾルトン、何をしてるんだ？芝居をやるってプリシラに聞いたぞ。しかも主役だって。主役じゃない。見逃したらヒゲを剃り落とすより後悔しちまうなあ。ウィッチャー、股間が盛り上がったピッチピチのタイツを履くのか？来てゲラルト、舞台に上がる前は精神を集中するのよ。頑張れよ。ご来場の皆様、神聖都市ノビグラドの誇り高き市民の皆様、本日はようこそいらっしゃいました。本日の演目は胸を締め付ける感動の物語。題名をドップラーの救済と申します。出演は本人役でウィッチャーのゲラルト、女王役のカタリーナ、従順な召使いを演じるはレオ・ライブ、そして王子はノビグラド演劇界の重鎮アベラード・リザー。そして王女を演じますは、歌う声はまるでナイチンゲール、愛らしい吟遊詩人プリシラ。モンスタースレイヤーです。召喚に応じ城門の前に現れました。招き入れなさい、彼と話したいわ。あの怪物が娘の手を取る前に。ウィッチャーよ、何より難しい試練を授けましょう。今夜人々の喜びの最中、怪物が現れる。見張りに立ち、現れた獣の息の根を止めるのです。さすれば女王として感謝し、ロークに報います。世にも恐ろしい怪物を斬る、それこそ我が使命。その使命に従うだけ、報酬のためではなく。餌に食いついたぞ、バカのウィッチャーめ。あのおぞましい婚約者の真実の姿を見せてやろう。怪物の姿が現れ、ウィッチャーが仕留める。剣で切り倒し、首を切り、杭に刺して晒すのだ。恋人が怪物と知れば娘は悲しむでしょう。でも怪物との結婚なんて終わらせなくては。ここに勢ぞろいした気高い貴族の皆様、この良き日に王女様のご婚約をお祝いされる。怪物よ、今日だけは現れてくれるな。恐れをなして招待客に隠れているのか？愛しの姫よ、どれほどの間恋の炎を胸に秘めて過ごしたか。一目を避けて仰せを重ね、嘘をついては人を欺いてきた。だがそれも今宵限り、どうか我が妻となってくれ。苦しみを乗り越え、世紀を超えて続く愛を誓おう。ああ、愛する人よ、喜んで。待て、この喜ばしい瞬間にはワインで乾杯をせねば。さもなければ恐ろしい呪いに苛まれよう。くそ、
これはワインではないか。銀の混ぜられた蒸留酒だ。怪物となった我が真実の姿を見せよう。見ろ、王子ではないドップラーの化けた偽物だ。たとえ偽物でも真実の愛を育めるということか。見よウィッチャー、あれこそが九段の野獣。その剣を解き放て、一撃で冥府に送れ。待って、やめて。野獣でも人間でも私の愛する婚約者なの。剣を収めろ。ドップラーを恐れるのか。愚かなことだ。姿を変えることが邪悪を表すはずもない。怪物を怪物たらしめるものは肉体ではない。寂しい心だ、この悪党の傷んだ心のように。その通りです。この卑劣な男の疑り深い心が私の心を曲げ、私をそそのかしたのです。ドップラーを殺すでない。娘と結ばれるがゆえに、人間でなくとも娘が心から愛しているのです。物語は結末を迎えた。皆様への教訓は、姿が変わるだけで怪物と呼ぶなかれ。ドップラーの真の友人であるウィッチャーは正義を示した。だが邪悪な召使い、お前は牢屋行きだ。衛兵、衛兵を呼んで、裏切り者を連れて行って。王女の命令が聞こえなかったか。上がってこい。おい、あんた、ほら、ステージに上がれよ。反逆者は地下牢に投げ込んちまえ。怖がるな。話の最後にはハッピーエンドが待ってる。ドップラーと王女はその日の夜に結婚し、それを目にした召使いも涙しましたとさ。ドップラーを火破りにしろ。火に投げ込め。そいつの言う通りだ。役者ども、永遠の炎の戒律を知らねえのか。冒涜者め、信仰の素晴らしさを教えてやれ。黙れ。今すぐ黙らないとケツにもう一つ穴を開けてやるからな。もう一つの穴だと面白い。たとえお前ら奴らに地獄を味わわせてやる。教団に代わってね。手を貸せウィッチャー、俺たちだけじゃ無理だ。その2本目の剣は予備なのか。なるほど。誰を探してるか知らんが、ここにはいないぞ。もういっちゃうの？
まだ町にいてくれると安心なんだけど。今日も頑張ろうや。邪魔をしないでくれ。やあゲラルト、やあゲラルト。ゲラルト、どうやって僕のことが分かったんだい？ああ、ホアソンが君の顔に残した土産のことを聞いていたからな。つまり、何でも知ってるんだね。シリには会えた？いや、今も探してる。ゲラルト、才能あるぞ。いい演技だった。こんなに笑ったのは何年ぶりだろう。こんなの誰も信じないだろうな。教えてくれ、ダンデリオンと二人でルーベンにホアソン、聖堂衛兵団を同時に怒らせたようだが、一体何をやった？怒らせようとしたわけじゃ。プリシラや劇団と連絡を取ろうと思わなかったのか？何回か変身して見に来てたよ。でも姿を見せるのは彼らを危険にさらしそうで。そんな時に新しい演目の話を聞いて、シリア・ダンディリオンのことが分かるかもしれないと思ったんだ。シリがお前のためにホアソンの家に戻ったのは分かってる。どうやって逃げた？彼女の後ろを追いかけたんだけど、足手まといになってたんだ。彼女が大声で姿を変えて隠れるように言った。僕もシリとダンディリオンを探そうとしたんだよ。でも見つからなかった。命が危ないと思って毎日姿を変えた。追っ手を騙すためにシリになろうとも思った。なるほど、待てよ。ゲラルト、最後にシリらに会ったのはいつだ？ずいぶん前だろう。ああ、かなり前だ。俺も似たようなもんだ。立派な大人の女性になったんだろうな。ドゥドゥ、少しだけでいいシリの姿を見せてくれないか？いいのかい？見せてくれ、彼女の姿を。変な感じだな。二人にまじまじと見られると。もういいだろう？ああ、もういい、十分だ。ゲラルト、怒ってないよな？ああ、安心した。ダンデリオンは？彼には会えた？奴はウィッチハンターに捕らえられたが、いい知らせもある。メンジが死んだ。あの悪魔か。誰かがとうとう殺したんだね。でもどうせ同じぐらいか。もっとひどいのが後釜なんだろう。そう決めつけるのは早いぞ。どうもまっとうなやつになりそうだ。どういうこと？ダンデリオンを助け出すために君の力が必要だ。何をしてほしいの？メンジの姿でダンデリオンをオクセンフルトに移送する命令をしてほしい。俺たちは途中の谷で待ち伏せをする。うまくいけばダンデリオンを解放できる。待って、先走りすぎだよ。どうやってメンジの姿に？それにダンデリオンの居場所も。メンジが死んだことは誰も知らない。バレる心配はしなくていい。誰も知らない。君たち以外は？ウィッチハンターの兵舎での火事と何か関係が？俺たちもあそこにいた。俺も見たかったよ。ダンディリオンは聖堂島の牢獄にいる。島のどこなのかは自分で探してくれ。でも周りの奴らに怪しまれたら、いろいろ聞かれたら。俺の斧をかけてもいい。衛兵団の団長を試す奴はいない。それにお前はドップラーで俳優で、しかもドップラーで俳優で、どんな状況でも切り抜けられるアドリブ力を持ってるだろう。危なくなったら曲がり角を曲がって、陽気な女にでも黒丸ガラスにでも思いついたものに変身すればいい。そうだね、簡単なことだよね。ありがとう。よく聞け、君ならやれる。
メンジは行方不明だと思われてる。好きに話を作ればいい。俺たちは谷で待ち伏せする。ゲラルトも合流するから、そこでお前からの連絡を待つ。でもどうやってメンジとして君に接触すればいいんだ？それは自分で考えてくれ。ワルジエはお前のミドルネームだろ。さあもういいだろ、ドゥドゥ。お前は聖堂島に行け。こっちは人を集めに行く。あとはお前の合流待ちだ、ゲラルト。ああ、谷で会おう。ちょっと待って待って、その後はどうするの？まさかずっとメンジとして生きてバレないようにシャペルみたいに異教徒を火炙りにしろってこと？まさか。終わったらローズマリー&タイムに来てくれ。そこで落ち合って。アナグマみたいに酒盛りだ。それで分かったか、仕事にかかろう。素晴らしかったわ。一度も間違えなかったわね。公演について感想はあるか？観客が全て理解したとは思えないけど、まあ仕方ないわね。パフィンズが噂を広めてくれたおかげで大盛況だったわね。アベラードを王子役にしたのは正解ね。マキシムならベロベロによって現れるか、公演のことを忘れてしまってたでしょ。これはお礼よ。あなたの演技はなんていうか保守的ね。どこかで学んだの？ケイア・モルヘンで。最小限の表現が最大の効果を生むとな。ありがたく受け取るよ。ゲラルト。じゃあな。だいぶお腹が減ったわ。